アイテム番号 SCP-272JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-272JP は存在していた廃劇場からの切り出しを終え、現在サイト81内大型物体収容区域に収容されています。実験等で区域内に入る場合、基本的には無人機器での侵入を行ってください。レベル3以上の職員に許可を得れば女性職員の侵入は許可されますが、非推奨です。また男性職員の立ち入りは完全に禁止されています。説明。 SCP-272JP は岡山県市に位置する廃業済みの劇場に存在した劇団員控え室の床面です。 SCP-272JP は同性愛者を除く生殖活動の可能な男性が床を踏んだ際に異常性を発露します。暴露者は床とされる華美なドレスを着た女性が床に仰向けで横たわった姿が見えると主張します。この兆候を示したものを SCP-272JP-1 とし、床を SCP-272JP-2 とします。SCP-272JP-1 にのみ視認可能なこの女性は、どの人間の認識においても同一の体勢で横になっていると確認されています。これらの効果は無人機器越し等の遠隔的な侵入では発生せず、扉を開けた段階では SCP-272JP 内に何らの異常性も観察できません。SCP-272JP-1 は、SCP-272JP-2 を現実のように認識したまま床部にうつ伏せの体勢で横たわります。その後、多くの場合で SCP-272JP-2 に対し愛を囁く。自分が守ると宣言する。抱きしめるような挙動を行う。編集済み、など、一定以上の進展を経た恋人に対して行うであろう行為の多くを実行します。この行為はどのような指示を行っていたとしても、何より優先されると見られています。行為を済ませると、不可視の SCP-272JP-2 に導かれ外部へと向かっていく症状が現れます。SCP-272JP-2 に導かれた SCP-272JP-1 は、SCP-272JP-2 の指示に従い行動していると見られています。仮に SCP-272JP 内から連れ出した場合でも、あらゆる建造物においてその床面にあたる部分を、SCP-272JP-2 に続く床、と認識、証言します。インタビューにおいて SCP-272JP-1 は床部に SCP-272JP-2 の存在を認識していませんでしたが、一様に、姿が見えなくても彼女はいる、と答えます。この症状を見せた SCP-272JP-1 はランダムに建造物の床とされる部分に横たわると、SCP-272JP と同様の効果を室内床部に付与することが確認されています。この後、やはり SCP-272JP 内に侵入した際と同様の行為を始めます。実験の結果から、これらの行為の間隔はおよそ30分から1時間ほどとされています。SCP-272JP-1 に対し記憶処理を行うと、床という名称は忘却されますが、たとえ処理を行ったとしても、誰かが待っている気がする。と積極的に床へ横たわりたがることが確認されているため、横になった時点でその効果が拡散されてしまうと予想されています。しかし、人間が床と認識しないものに対してはこの効果は発生しない、あるいは伝播しないと見られています。SCP-272JP に暴露した人間は、最終的に SCP-272JP、以外の対象に対し性的興奮、欲求を抱かなくなることが判明しています。これは再対者、あるいは交際中の人間であろうと変わりません。この性質を性犯罪者に対して使用し再犯を未然に防ぐ措置が計画されています。暴露者の恒常的な倫理観が完全に欠如。
一切の自制心を持たずどのような状況においても SCP-272JP2 からの指示があれば即座に、編集済み、を行うことが判明したため、男性職員に対し SCP-272JP を暴露させることは全面的に禁止されました。SCP-272JP へ侵入し暴露、横たわった B クラス職員に、無人機器を用いてインタビューを行いました。B-272JP-1 へのインタビュー。B-272JP-1 は床部に対し愛を唱えながら、編集済みを行っている。背後から侵入してきた無人機器に気づく様子はない。B-272JP-1、ああ、床、いいよ、すごく素敵だ、とても可愛いよ。博士、ああ、B-272JP-1、気づく様子はない。行為は続けられている。博士、仕方ないな。無人機を駆動させ、直接 B-272JP-1 にぶつける。B-272JP-1、通へ、無人機を見て5秒間の沈黙。邪魔するなよ。博士、B-272JP-1、職務は続いている。バカな真似はやめて。B-272JP-1、バカな真似、ふざけるな。俺とユカが愛し合ってるところに首を突っ込んできたバカはお前らだろうが。博士、ああ、3秒間の沈黙。ええ、失礼した。君の意見はもっともかもしれないが、私は、ええ、彼女がどんな風に見えるか教えてもらいたいだけだ。君の素敵な、彼女を。B-272JP-1、3秒間の沈黙。ああ、恍惚としたような表情を見せている。彼女、は、ゆか、は素敵な人だ。とてもしとやかで、清楚で、美しい。見えるだろ。頭のてっぺんから指先、つま先まで、全部が全部本当に美しく整ってる。彼女が着こなした肌に張り付くような純白のドレス、上品に着飾ったアクセサリー。そして、それに包まれたこの透き通った白い肌。そうだ。俺だけが包んでやれるんだ。守ってあげられるんだ。ああ、ゆか、恥ずかしがらないでくれ。俺は思ったことを言っただけなんだ。ああ、ゆか、再び行為へと戻っていく。博士、ああ、5秒間の沈黙。その、ゆか、という名前は、彼女がそう名乗ったのか？ B-272JP-1、ああそうだ。そうだとも、綺麗な名前だ。さあ、もう良いだろう。これ以上邪魔しないでくれ。ゆかもそれを望んでる。博士、5秒間の沈黙の後、ため息をつく。これ以上何か聞いても無駄かもしれんな。インタビューを終了する。ログ終了。この後、行為を済ませた B-272JP-1 は拘束。SCP-272JP-1 に指定される。その後、サイト、81、への移送が行われた。移送直後、外部への逃亡を図ろうとした同 D クラス職員。以後、SCP-272JP-1 と呼称を確保。改めてインタビューを言っています。SCP-272JP-1 へのインタビュー。被験者には極度の性的興奮が見られるが、鎮静剤はほとんど効果をなしていない。規定量では効果が薄い様子である。SCP-272JP-1、話してくれ。彼女が見えないんだ。見つけないと、ユカは一人で待ってるんだ。ああ、横にならせてくれるだけでもいい。彼女と、彼女に触れなければ、彼女が呼んでる。拘束されたまま暴れている。博士、落ち着け。私は話を聞きたいだけなんだ。SCP-272JP-1、話せば解放してくれるのか。博士、
保証はしないが、検討はしよう。SCP-272-JP-1 は、わかった。博士、よろしい。では質問だ。彼女、は君の前から消えたのか？ SCP-272-JP-1、絶叫、消えてなんかない。今もここにいる。ああ、話してくれ。床に触れなければ。彼女は、すぐそこにいる。今俺が踏みしめてるこの床の先に。だから触れないといけない。触れてあげないと。博士、そうか。初めに触れた後、彼女、はどんなことを君に伝えた。SCP-272-JP-1、救いを与えようと、彼女と共に、孤独で、一人でいる人間を、寂しさから救い出すために、俺たちは愛し合ってるんだ。だからこそ手を取り合って、俺たちは愛し合うだけでいいんだ。博士、姿も見えないのに、声しか聞こえてないんだろう？ SCP-272-JP-1、いるんだ。姿は見えなくてもきっといる。彼女は言っていた。俺の旗で、耳元で、こんなに近くで、あなたも包んであげますから。って、だから私を愛してほしい。と、もっと愛してほしい。と。博士、その言葉は、今も聞こえているのか？ SCP-272-JP-1、聞こえてるさ。こっちに来て、早く私を、編集済み、にしてくれって。もう何百回と聞いてる。あの子は待ちわびてる。ああ、会いたい。床に会いたい。触れたい。奥の奥までどんな姿をしているのかもう一度知りたい。知りたいんだ。お願いだ。これを外してくれ。頼む。質問には答えただろう。お願いだ。再び暴れ始める。博士、悪いが、それはできない。SCP-272-JP-1、罵倒、あの子は、いつだって、欲しがってるんだ。恥ずかしがっているように見せて、だから。博士、だからってまたそこいらで、編集済み、されても困るんだ。ログ終了。SCP-272-JP-1 は記憶処理の後、再度拘束されたが、頻繁に、横にならせてほしい、と懇願した。どのような理由があろうと、SCP-272-JP-1 の拘束を解くことは禁止されている。2000年、月、日、SCP-272-JP-1 は食事の際に脱走を図った。その後、逃亡した D クラス職員用の食堂において、記憶処理済みにもかかわらず、やっと会えたね、ゆか、とつぶやき横になり、編集済み、を始めた。この際、同食堂内にいた。メイの男性職員が SCP-272-JP の効果に暴露した。ほい SCP-272-JP 発見直後、同室内において、擦り切れた台本と思われる冊子が5冊発見されました。4冊はほとんど解読が不能なほど劣化していましたが、偏愛というタイトルが付けられた冊子のみ解読可能な部分が残されていました。これらの台本は他の劇場や劇団関係者において一切知られておらず、未確認の劇台本だということが確認されています。また、偏愛台本中において一文のみ、協調線を引かれた状態の文面が残されています。文章配下の通りです。判読不能、こんなところ、判読不能、は、判読不能、だ、だから、ゆか、ああ、判読不能、様、もっと、私は、どこでだって、今ここでだって、判読不能、で、我慢なん、判読不能、ない。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録
またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。